チェンジ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。1月23日土曜日、今日はですね、まあ後半ちょっと、新しい取り組みについてね話していきたいと思いますので、まあ最後までね見ていってください。で、今日はですね、午前中昼ぐらいかな、またね東京の親友から地元安岡のね親友から LINE 電話が入ってですね、話してて、まあ実家の方がね、まあ漁師をやってるんですけれども、でそちらの方でね、まあある意味、仕入れ業者みたいな感じなので、その、まあ、この間ね政府が支援業者にも、補助金協力金をね出すみたいな感じで、中小企業が40万円個人が20万円みたいなね話がありまして、まあそれがねもらえるかどうかみたいな話をですね聞きに、まあ、電話くれたみたいで、まあそれと含めてですね、まあ個人店が、まあお前んとこはもらえてるのかみたいなね、まあ、あの緊急事態宣言が発令されたところ地域では、協力金として1日6万円もらえてるというね、ニュースとかがねありますけれども、実際なんか、まあ、直でね聞いてみたかったんでしょうけれども、まあ答えとしてはですね、まあ下関は、緊急事態宣言ね出されておりませんので、まあ何ももらえずに、ただただまあ同じようなね、全く人は出てきてないので、ただただ食らってる現状だよっていうのをね、まあ話したんですけれどもね、まあそれを聞いたね、まあその友達はね、もうそしたらもう早く緊急事態宣言ね、下関も地方からの出てない地域とかもね陳情とかすればいいのにみたいなね話をしてましたけれども、まあそれはそれでねまたね、難しい話でですね、まあ飲食店ね、我々飲食店は、6万円緊急事態宣言ね、出してもらって1日6万円ねもらった方が、うち程度のねちっちゃい店だったら助かるんですけれども、まあね緊急事態宣言を出されて、じゃあ他のね、まあアパレルとかね、他の業態サービス業、他のサービス業とかねは食らっちゃいますのでね、でなおかつ、まあ、飲食店は助かるけれども納入業者さんとかは単発の40万大きいとこで、中小で40万で個人で20万しかもらえないので、まあ、飲食店は1日6万もらえるけれども、納入業者が、まあ、単発のね 20万ないし40万しかもらえないので、飲食店がね、まあ、下関中のね飲食店が、まあ、そこで自粛をしてストップすると、もう納入業者さんがもう干上がってね、まあ、結局潰れていくという感じで、まあ、緊急事態宣言がね、まあ、解除された後に、まあ、飲食店がねまた普通の営業を始めようと思っても、まあ、今回はね、まあ、普通の営業を始めても、まあ、補助金協力金は終わっております。ただ、まあ、仕入れ業者さんがねなくなってるっていうようなね状況が起こりかねないので、まあ、そこでね本当に飲食店は助かるけど業者が潰れると、じゃあ業者がね業者さんがいないと商売はできないということなんで、まあ、特にこんなちっちゃい町だとですね、まあ去年ね一軒仕入れてたところがですね、納品業者さんが、まあ、倒産されたんですけれどもね、まあ、急にねそこがなくなると、今まで使ってたものが使えなくなるということなんで、じゃあどこで仕入れるのってなったら、代替品がね見つかればいいですけれども、まああと他のね業者さんがいればいいんですけれども、大概ね、まあもう市内ではいなかったりするんで、今度は九州のね業者さんにお願いしなくちゃいけなかったりするパターンがあるので、まあそうなると今までだったらまあ気軽にね、まあ時間そんなに気にせずにですね注文とか、まあ取りに行ったり、まあ、近いから取りに行ったりでね仕入れができたのが、まあ、九州のね業者さんに配達してもらうとかなるとですね、また決まった時間にしか決まった日にしか来てもらえないとかいうのでね、また融通とかがね効かなくなるので、もうやってるね飲食店的にもまあ不便になるというかね、デメリットになっちゃうので、まあただ単にね緊急事態宣言出て、6万もらえて嬉しいっていう話じゃなくて、まあ、長期で見るとですね、まあ、各飲食店さんね、それぞれが困ることになるということですよね。でもっと下に行けばですね、じゃあ、
農家さんとかね、漁師さんとか、まあ畜産業とかねされている方のところまで響いていくわけなんで、まあ、間のね納入業者さんももちろんなんですけれども、生産者の方、生産者のね皆さんの方が、もう飲食店がストップすると干上がって倒産という、もう廃業という形になるとですね、大元の、まあ、例えば野菜、お米を作ってくださる方で肉をね育てて、牛さんとかね豚さんとか鶏肉とかね、鳥さんとかをね育ててくれるところもなくなる、で魚ね取ってくださる漁師さんもいなくなるとなると、今度は原材料がね入らなくなっちゃうというようなね感じになっちゃうので、でまあ今世界的に見たらですね、まあ同じような状況がね各、世界中でね起こっているでしょうから、じゃあ今度は今までは輸入でね、海外からの食材が手に入ってたけれども、そちらの方もね厳しくなってくるというようなね 現象がね起こりかねないので、まあ一気にね食糧難みたいな感じに、ね、なりかねないので、なかなかね単純に緊急事態宣言でじゃあ、飲食店休めっていうのもねどうなのかなっていうのをね思いますね。全部全業種に全部保証しないと、一業種でも、そういう保証外になっちゃうと、もうそこが潰れると全部がバタバタバタっといってしまうので、全部があって、川上からね川下まで全部があって成立してる、業態というかね、まあそういう商売というか、まあ、各商売が成立してるわけなんで、一個でもねなくなっちゃうと、ダメになっちゃうと、全ての、業種というかね会社さん、まあ個人でもそうですけれどもねが成り立たなくなってしまうので、なかなか厳しいだよっていうね、ちょっとお話をね、させてもらいましたけれどもね、今東京でねまあ頑張ってるんですけれども、まあ友達の方がですね、もうこのままやったらねもうお前の帰ってくる故郷はなくなるぞとちょっと半分ね冗談めかしに、半分リアルにねちょっと、煽っておりましたけれどもね、はい、まあ年いってねこっち帰ってきて、まあ金はあるんやと金があるからお前に投資してやるよみたいな、投資してやるよみたいなね、クラファンでも何でも投資してやるよみたいなねことを言ってましたけれどもね、それまで待てねえぞと早く帰ってこいっていうね話はしておりましたけれどもね、まあそういう、まあ今ねどこでもそのリモートでね、仕事ビジネスがねできるような業態の方だったらですね、まあできれば地元にね、金持って帰ってきてくださってね、まあ、そこで仕事しながらね、まあ、地元に投資するなり消費するなりしてですね、まあ、地元をね、助けてくれるようなね、方策というかね、まあ、そういう行動に出てもいいんじゃないかなと、ちょっと個人的には思います、はい、まあ今ね現状で言えば、まあ、今コロナからだからちょっと、あれ違いますけれども、まあ、去年というか、まあ、コロナ以前の、ね、状況だと、まあ、地方から東京に全部人口も金も流入してですね、全部一極集中になって、まあ、地方からね若者をこう東京の方に取られみたいな感じでね、どんどん、地方の方が干上がっておりまして、まあ、その苦肉の策でねインバウンドや言うて、インバウンドやとか、あと職業訓練、制度かなので、まあ半分奴隷制度ですけどね、海外からそういうね職業訓練生という名のもとのね奴隷をこう輸入して、まあ地方のね経済はギリギリ成り立ってたみたいな感じなところがあるんですけれども、まあそれもね今はもうストップしちゃって、じゃあそういう外国人労働者がねいなかったら、まあ地方はね、回らなくなっちゃいますので、まあ結局まともな値段でやろうと思ったらですね、全部の価格が上がっちゃうんでね、まあプチインフレというか、まあインフレになっちゃいますよね。で給料は下がってるから、スタグフレーションがねでもう世界で初めてじゃないですかね、スタグフレーション経験できるようなね状況が、起こりかけてるなっていうのをね、実感しております。まあ、ですので、まあね、東京で活躍されている方とかでもね、まあ、今なかなか東京の人がこの地方に来るのはね、まあ、今の状況ではまずいかなと思いますけれども、ちょっと落ち着いた
時にはですね、まあ田舎をね助けてやろうというのね気概がある方であればですね、まあ東京の地元に戻ってですね、まあ地元の復興にねちょっと手助けしていただくっていうのもねありじゃないかな、ありじゃないなの、ありじゃないかと思います。はい、まあそれぐらいちょっともう今地方はね壊滅的な状態なんで、まあね友達に冗談めかしに言いましたけれども、まあ今東京でね、活躍されてる方、都会で活躍されてる方いらっしゃると思いますけれども、まあねまだ親御さんとかね、まあ実家とかがねあって、まあその帰省とかでね、まあ年に一度二度ね帰ってこられる方、あと同窓会とかでね帰ってこられる方とかもねいらっしゃるでしょうけれども、まあねたまに帰ってきて懐かしいなとかね思われるかもしれませんけれども、そのうちね帰ってくる地元もなくなるよっていうのをねちょっと半分、冗談含め、まあ半分リアルにね、お話ししてみたいと思います。お話ししときたいと思いますという感じですかね。まあこれはね本当にまあ今はまだ冗談で言いますけどね、もうちょい進んだら本当にリアルにね、地方消滅じゃないですけれどもね、経済、地方経済はね本当に破綻しかけないなっていうのを肌感覚でね感じますね。日に日にそんな感じですね。はい、まあというわけでね、まあ地方でね商売してる、まあ私もそうなんですけれどもね、まあ全体的に本当にいつどこが潰れるかみたいなね感じですね。毎日どこが潰れたみたいな話もね聞こえてきますし、ぼちぼちやばいよみたいなね話も出てまいりますしね、まあ結局厳しいのはね変わりないんですけど、まあただ単にね厳しい厳しい言うとってもしょうがないので、まあちょっとねあがいていきたいと思います。まあそんな中ね、たまにね、うちにコンサルに来てくださるね、ロイヤルウォーク先輩ね、私が欲しがってたねロイヤルウォークの持ち主ですけれども、ロイヤルウォーク先輩がですね、Facebook のメッセンジャーの方でね、あ珍しいなと思って、なんかメッセージ来てるなと思ってね見たらですね、まあちょっとアドバイスというかですね葉っぱをかけてくださったんですけれども、まあコンサルの一環ですかねな感じですけどもね、日銀のね調査では、コロナ禍でね、業態転換したと答えた中小企業のは全体の 2% で、コロナ禍で偶然変化したのが 2%、全国の中小企業の 4% しか買われていないという現状なんですね。で、あとの 96% はいつかは戻るねという正常性バイアスの中におるという感じで、まあね、ロイヤルウォーク先輩曰く、これはね、どう考えてもチャンスでしかない、健闘を祈ると。そして、ロイヤルウォークは10年早いと。いうねコメント、メッセージをいただきました。まあねヤフーニュースとかにも載ってましたけれどもね、どうやったかな、和歌山かどっかかなで、ね、ラーメン店を経営されている方が、まあそういう、まあ、通販みたいな感じかな、それでなんとか持ち直していると。でさっき話したみたいに業者さん休んで6万もらった方がまあプラスじゃないですけどねいいんですけども、それをやると納入業者さん、製麺業者さんが潰れてしまうので、まあ、その業者さんを助けるために、まあ、ほぼ利益ないけれどもやってるみたいなね取り組みがヤフーニュースで載ってましたけれども、まあ、それをね貼ってくださっててね、まあ、これ見ろということで、それこそね朝話してた内容とねダダかぶりのね内容だったんでね、ああ朝話してた話だなと思ってですねびっくりしたんですけどね。で、まあ、ちょうどね、聞くの忘れてたんで、ロイヤルウォーク、なんぼやったら売ってくれますかって聞いたらですね、今、相場がね上がりきってるんでね、おすすめしないと、税込みで380万ぐらいやと高いなと、私がね人生で一番高い買い物したのがですね先日、去年かな、心ないね年寄りの、特攻に会いまして、全損したねトリマンゴーの代わりにね新型トリマンゴーを買いましたけれども、そのねお値段が、210万ぐらいだったかな。まあこれが今、
41年間生きてきてね、一番高い買い物だと思いますので、まあ、41歳で初めてね、新車の軽を買いましたという感じなんでね、ちょっとね、こっぱずかしいですけれども、まあね、そんな感じでございますと。で、今日はですね、土曜日だったんですけれどもね、まあ、ちょっとお天気もね、昨日引き続きいまいちだったんですけども、まあ、そんな中でもね、まあ、前半からね、常連、まあ、前半というかですね、本当に今日もね、全員ね、常連のお客様でしたね。結局、振り返ってみれば、ご来店くださったね、お客様全員、常連のお客様でした。でね、カウンターにご来店くださったね、お客様が、後からね、合流されたね、一人、ね、おっちゃんがいらっしゃるんですけれども、まあ、それがまあ、タクシーでね、来られた時に、まあ、ぐるっとね、唐戸の町回って来られるんですけども、全然人が歩いてなかったよってね、おっしゃってて、すごい心配してくださってですね、まあ、大変やろうけどね、頑張ってねっていうね、お言葉もいただきまして、ありがたいなと思いながら、まあ、今日もね、まあ、下関はね、緊急事態宣言も出てなく、時短営業でもないんですけれども、実質的にもう8時でね、まあ、お客さんが切れましたね。ですので、まあ、まあ厳しいのは厳しいんですけどもね、まあ暇だったんで、まああれこれ考えながらですね、まあそれプラスね、まあ今日も本当に常連の皆様ばっかりだったんでね、まあそういう人情というかですね、温かい気持ちにね、ちょっと本当に込み上げるものがね、ありましたけれども、まあそこはそれとしてですね、まあ現実を見るとですね、まあ数字をね、見なくちゃ経営者なんでね、いけないので、まあ、数字だけ見るとですね、まあ、爆死という感じなんでね、まあ、全然上がらなかったので、まあ、結局今はね、今日も2オペでやってたんで、まあ、人件費的にはね、まあ、削減というかですね、かかってないんですけれどもね、まあ、もともとコロナ禍以前だとですね、まあ私含め4人で回してた店なんで、で、まあコロナ禍になって、去年の4月の第1波の時、第1波の時の1ヶ月かな、は、2オペでね、2人営業で回して、で、昼お弁当やってみたいな感じだったんですけどもね、まあそれからちょっと落ち着いてきたんで、落ち着いてきたというか、まあ第1波が終わったぐらいから、まあ5月ぐらいからですね、また、一人元ね、もうシフト調整でね、また3人で回す感じで、まあその3オペでね、回す店に、まあしたんですけどね。で、まあそれでまた、ずっとこう、今年始まってですね、暇な状況が続いてたんでね、まあスタッフの方が、まあ心配してくれたんでしょうね。もう、こういう状況なんでちょっと休みますと。いう状況だったんで、なんかそういうね、心配をかけて申し訳ないなという気持ちでね、まあ情けないなという部分がね、大きくてですね、ちょっと不甲斐なくても、ぐーっとね、ちょっと、なったんですけれどもね、まあ今日でも、スタッフの方からね、私辞めなくて大丈夫ですかみたいなことをね、言わせてしもうたんでね、情けないなという部分がね大きかったですね。はい。まあというわけでね、まあありがたいのはありがたいんですけどね、まあいろんな面でね、まあこういうコロナ禍になってね、本当に周りの皆様にね支えられて、なんとか生きてこれてる、まあ生かさせてもらってるっていうのはね、ずっとまあ過去のね動画でも語っておりますけれども。まあそれはそれでね、まあありがたいんですけれども、結局はね、まあ経営者なんで現実を見ないといけないんでね、待っててもどうしようもないんでね、結局数字がね作れなければ、やっていけないということになってしまうし、まあ雇用も守れないということになってしまいますし、まあそういうねスタッフの方からそんな言葉をね、出させてしまうので、まあ数字をねやっぱり結局は作っていかないといけないということですね。で、まあ、以前の動画でもね、ちょっと触れましたけれども、結局はね去年の4月ぐらいのね状況に戻ってきたかなという感じで、まあ、結局非接触みたいな感じのね、感じなんで、まあ、こういうカウンター商売はもうなかなか成り立たないような状態、
ていうのがまず1点ですけれども、去年と違ってですね、じゃあ全く、お客様がね来ないかと言ったらね、そうでもないのがまず1点。まあ、常連、まあ、新規のお客様とかね、まあ、そういうのはなかなか難しい、まあ、県外とかね、まあ、もしくは海外のね、インバウンド客っていうのはもうゼロですけれどもね、まあ、そういうのはないけれども、地域の皆様とかね、まあ、本当の常連さん、昔ながらの常連さんっていうのはね、まだ、心配してくださってね、フラッと顔を出してくださるんですけれども、まあ、その点がね、去年の4月とは、ちょっと違うかなっていうような感じですね。去年の4月の時は本当に、まあ2桁なんかいかなかったしね、人数的にね、人数もいかなかったし、今日はお客様来るのかなっていうような感じとかでしたからね。まあ今日、まあ今年も、まあまあ似たようなもんちゃ似たようなもんなんですけれども、数字だけ見たらまだ微妙にまだマシかなっていう部分もありながらですね、まあ、アベレージで見たらあんま変わんないっちゃ変わんないんですけどね。まあ、それでも、これで、まあ、プラスアルファで、なんでもいいんですけどね。まあ、2月から始める、その、外売りとか、まあ、お弁当とか。で、まあ、プラスアルファね、作れたら、まあ、ある程度のね、売り上げには、アベレージは作れるので、まあ、単純にね、今のアベレージに、まあ、去年の、ね、データだけで言ったらね、1日1万ぐらい売ってましたから、昼で、まあ、それにプラス1万乗っけたら、あ、まあ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 暇だけど、今ね、数年前より、まあ、今人件費は下がってますから、それを考えたらなんとか、まあ、やっていけるかなというような、生き残れそうかなっていうようなね、数字の目安ができるので、まあ、とりあえず単純にね、数字だけで言ったら、まあ、そこはクリアできるかもしれないので、まあ今がね最悪だと仮定したらですね、まあ去年の4月の時も言ってましたけれども、結局ね、去年1年間見て、まあ全国的にね感染者数が増えてきてっていうのが、まあその始まりが4月だったんで、まあ当時は本当に未知のウイルスみたいな感じだったんでね、そっちの方で。その状態の数字がね、もう手元にあるん で、なおかつ、まあ、第3波で、東京とかね、1000人、まあ、全国で見ても5000人とか6000人とかね、陽性患者が出てる、ね、数字が増えていく中で、まあ、今がね、ワクチン接種前だと考えたらですね、今が、まあ、どん底だとね、いうふうにね、見て取れることもないので、まあ今のね数字が最悪と仮定するとですね、まあこんなもんかというね数字は、一応出揃ってきたので、だんだんちょっとまあね、じゃあぼちぼち、反撃していこうかというね流れになっております。はい、まあ数字がわからないとですね、で現実がわからないとね対処できないんで、まあとりあえずね今、1月はね食らうだけ食らってみようかなと思って食らってるわけなんですけれども、まあだいたいね数字が出揃ってきて、まあその数字プラス、まあその肌感覚で街の様子等をね見たら、まあだいたいこんなもんがそこだろうというのがねだいたい分かってきたんで、まああとはね、プラスしていくだけなんでね、まあ、全くね業態転換するっていうのもね、ありかと思いますけれどもね、まあロイヤルウォーク先輩もね言ってましたけれども、まあそうやってピンチの時にだけ、まあ臨時で、ねそういう小手先で、変える手法っていうのもね、なかなか厳しいぞみたいなね、ご助言アドバイスをねいただきましたけれども、まあ確かにそれはそうだなと、まあ数字合わせでしかないですからね、まあでもそれはそれでまあまあね一時しのぎかもしれんけれども、まあありっちゃありだと思います。はい、で前の動画でもね話しましたけれども、まあここのね空間というのは守りたい、私がねあの人として健やかにね、過ごすためにはね必要な居心地のいい場所なんでね、これを手放すのは嫌なんで、これを維持しつつ、数字を合わせるというね作業っていうのがね、まあ当面の何ちゅうかなビジョンというか目標かなっていうのがねちょっと指針が決まりましたという感じですね。
ここは残す。で、なおかつ数字も作るという感じですね。まあ、ここがなくなったらね、本当にね、すごくね、私自身がね、まあ、独身のぼっちなんでね、人間関係がね、気薄なんでね、ここにいたらね、まあ、お客さんとか常連さんがね、向こうからやってきてですね、わいわいガヤガヤね、まあ、話しながら、まあ、人との会話が生まれることができるんですけれどもね、普通にここなくなったらですね、誰とも会話がないんじゃないかなっていうようなね、多分生活になると思うんで、それはそれでもう半分死んだようなもんだなと思いますので、まあ、ここがなくなるイコールもね、私の死を意味するような感じでもあるのでね、まあ、ここはね、残していきたいなと思っております。まあ、そのためにね、どうするかというのをね、まあ、いろいろ今考えておるわけなんですけれども、まあ、とりあえず2月からのね、外売り弁当の、販売のね、中身をね、まあ、最初当初、話してたのは、まあ、以前の動画でもね、ちょっと動画映しましたけれども、まあ、唐揚げ弁当と、焼き鳥丼売ろうかなと思ってたんですけれども、なんかまだパンチ弱えなと思ってですね、で、昨日店終わってからですね、またちょっといろいろ試しながら食ったりなんだりしてたんですけどね、まあ、こんな感じです。はい、さっきね食べた焼き鳥丼を食べてたらですね、なんか懐かしい味がするなと思ってて、何かなと思ってたらですね、マクドナルド、モス、まあハンバーガー屋さんですよね、の照り焼きバーガーのね味やなと思ってですね、照り焼きバーガーにするためには何かが足りないなと思ったらですね、マヨネーズやなっていうのをね、思い出しまして、急遽ね上にマヨネーズをぶっかけてみました。はい、はい、これをねかき混ぜながら下にね、下にタレが染み込んでますので、これとあえて、これとあえて食べると美味しいはずです。うん。照り焼きチキンバーガーの味になりました。マヨネーズやっぱ合いますね。うん。いいんじゃないですかね。はい。でまあこんな感じで、まあ焼き鳥丼なんですけども、なんか半分ハンバーガーのイメージですよね味的に。でまあ別に悪くないなと、ね、レタスのねシャキシャキ感と、焼き鳥のタレとマヨネーズでチキンね合うなっていうのをまずちょっと頭に入れて、そっからね、まあこれはこれでうまいなと思いながらですね、でもう一個ねちょっと、オペレーションとかを考えてもう一個ちょっとね、深めていったのが、ちょっとねまた後日発表できると思いますけれども、まあそれだったらね完全にオリジナルの、食い物かなっていうのはね、頭に、浮かんだんでね、何やったらもうそれ一本でもええかなと思ってみたりしました。完全オリジナルだと思いますので、まあ、もう下手に品数ってね、わーってお弁当屋さんみたいにね、するのもありだけども、ただ下関でワンアイテムで勝負するのはですね、まあ、人口が少ないんでね、まあ、その人口ボリュームがないので、まあ、なかなかワンアイテム商売っていうのはね、なかなか成立しないのが田舎のね、弱いとこなんですけれどもね、運びながらね手売りできないかなとか思うんですけどね、鶏マンゴーにそれを作って乗っけて、昔のね石焼き芋とか、チャルメラじゃないですけどね豆腐屋さんしかりか、ああいうのも止まったらダメやけど、止まってそこに定住して売ったらまあなんかいろんなことがあるんでしょうけれども、走りながらビーッと行きながらで、ある程度路駐してその間にね音楽流してで
ちょっとで、住宅街からね、団地からわーっと奥様方が出てきて買うみたいなスタイルは、あれグレーゾーンなんかなと思いながらですね、ちょっとなんか保健所さんとかにね、週明けでもね問い合わせてみようかなと思うんですけどね。ガチのキッチンカーだと、まあ中でのね調理とかもあるかもしれないんで、まあそのいろいろ必要なねものが出てくるんで、まためんどくさいでしょうけれども、ただね、もうできたもんを、乗っけてて、車に乗っけてて、こう運びながら移動してる時にたまたま、くださいっていう人がいたんで売りましたっていうのはどうなのかなっていうのをね、その辺の、曖昧なところをねちょっと、曖昧なままやったら怒られるんでね、さっき紹介したねあのラーメン屋さんの話も、直接通販で売っちゃうとその営業許可、惣菜とか、まあ、製麺とかの生麺とかは直接売っちゃダメとかなんかいろいろあるみたいなんで、そういう許可を取らなくちゃいけないので、先に自分が、買ったことに代替自分が金払って買ったことにして個人として送るみたいなね、手法を取ってるらしいんですけど、完全にグレーゾーンだと思うんで、まあヤフーニュースに載っちゃってたんでね、それで800食ぐらいさばいてるっていうんで、それはちょっとやられな、ツッコミどころ満載だからやられてしまう可能性もあるのかなと思うんですけれどもね、まあそういうちょっと曖昧な部分はちょっとね、解決ちゃんとね話を聞いて、大丈夫だよっていうのでやってみたいと思いますので、まあそういう手も一個あるかなと思いながらですね、まあ昼間店の前で売るのもいいんでしょうけれども、まあ人がねいるところに、車で行って売るっていうのもまあありっちゃありかなと、でまあ、ある程度の人数をまあ、LINE のグループでも何でも Facebook でも何でもいいですけれどもね、この辺に今いますから、例えば、大きい企業さんとかね、オフィス街だと、まあ、今ここで、これこれやってますと、今この辺にいますので、よかったら来てくださいみたいなのをバーッと拡散して、でリアルタイムでですね、まあ、そこで、そこまでちょこっと出てきてもらって、買うみたいなね、売るみたいなのができたら意外と面白いんじゃないかなと思いながらですね、今なんかいろいろね、ピンチになるとですね、まあ、生存法の、種の保存のね、種の保存って言っても独身なんで次世代はいないですけれどもね、まあ私自身のね、生存本能がバーッと働きますとね、いろいろちょっとアイデアが出てくるもんだなと、思いましてですね、今ちょっといろいろ温めてるね、まあ、ネタもありますので、まあなんか、ぼちぼちね形にしていきたいと思います。はい、もうだんだんねこれはダメこれはダメこれはダメってなったらですね、じゃあ、まあそれがねできないんであればね、まあしょうがないなということでね、じゃあ他のできることをねするしかないので、ダメって言われたことをねずっとやっててもダメなんだからしょうがないかなっていうのがあるんでね、まあそれとは別途にここの場所は、私の、ね、生存区域なんでまあそれはそれでね話が違うんでね、まあそれはそれで置いときますという感じです。はい、まあちょっとねだらだら話してましたけれども、今んとこね、そんな感じで、まあとりあえず商品売るもんがねないとダメなんで、前のね動画でも話しましたけど、まあとりあえずね最終的にはね、うちのね、タレをね売りたいなっていうのがあるんで、タレだとね普通の食品とかだと、まあ食中毒とかね、まあそういうのは心配があるんで怖いんで、調味料の方がねいいかなと思ってですね、でうちのタレ美味しいんで、それを最終的には売ってで、まあそういう工場じゃないですけどね、委託して作ってもらってそれをさばくと、でそしたらあの自分でね、ちまちま作って売るというね労力がなくなるので、まああとはこうドカッとそれ酒でもこう、これ水ですけど酒のこう飲みながら
タバコは吸いませんけど、プハーって。でね、デブ猫をこうめでるようなね、猫いないでもすっぽんをめでるようなね、感じの。あと通帳を見てね、あ、増えてるねって、っていうようなね、生活もできるんじゃないかなと。夢見ながらですね、今妄想の域ですけどね、妄想というのは結構大事でですね、思考できないね、だいたい人がね、想像できることはね、できる、考え、実現できるみたいなことをね、聞いたことがございますけれども、まあそれはね、まあ、間違いではないと思っておりますので、まあそういう面でね、だいたいの、なんちゅうかな、サクセスイメージはぼんやり、40% ぐらいできているので、まあそこにつながっていけるようなね、感じにしたいと思います。ね、ピンチはチャンスということで、まあ、まあ YouTube でもね、例えば YouTube でも、SNS でも何でもいいですけどもね、まあよくバズるって言いますけれども、まあ商品についてもですね、例えば田舎の商品とかで別に普通に、まあ地元の人が普通に食ってるもんでも、都会に持ってったりとか知らない人が食ったら、なんだこれはみたいな、すげえうめえじゃねえかと、ね、すごいじゃないかこの商品はとかいうのがあって、でそれを、まあ例えばインフルエンサーみたいなのがバズらせたらそれが爆発的に売れるみたいなねパターンがありますので、田舎で食べてる本人とかね、普段使ってる人たちからしたら当たり前のものでも、それを体験したことがなかったりとか、まあ、一般にね、例えばこの醤油と変わらないようなね、あるまあカテゴリーで言ったら醤油と、醤油だけれども、ここの醤油は美味しいよっていうね、プラスアルファがね、ついたりとか、誰が言うかによってですね、売れたり売れなかったりするもんがありますので、味以外のね、まあ味も美味しくなきゃいけないですけれども、誰が売るか、誰の目に届くかっていうのはね、ある意味大事な、時代に突入してるので、なんちゅうかな、ブランディングっていうらしいですけどね、まあセルフプロデュースというか、まあそういう商品企画、あとまあ売り方とかね、いうのをちょっとね考えていきたいなと、ね、何気ない普通にうちで、つけてた焼き鳥のタレがね、全国何やったら世界中にね、使われるようになったりとか、その新しい焼き鳥のタレのね、使用方法とかね、まあその見方を変えてですね、やるとですね、また違う売れ方ができたりするんじゃないかなっていうのをね考えておりますので。まあ、その辺ちょっとやっていきたいかなと思っております。まあ、とりあえずちょっと、まあ、その第一弾としてうちの焼き鳥のタレを使った新商品を、バズらせたいと思いますので、皆様買ってください。あとまあ、ね、SNS 等でね拡散してくださったらですね、助かりますね。情報は力です。で情報は金でございますっていうことで、まあそのね、うちのそういうアイテム、試みみたいなのを、ね、拡散していただくことによって、私が助かるというか、まあ、うちの店が生き残れる可能性が出てまいりますので、まずはとりあえず、第一弾の商品をね、まあ、とりあえず売ってみたいと思いますので、まあ、その評価とかね、まあ、それも含めて、最終的には、ね、うちの焼き鳥のタレを売りたいという感じで、ね、通帳だけ見て生きていきたいと、ね、いう野望がありますので、はい、それにつなげていきたいと思います。はい、はい、というわけでね、ちょっと、今後の見通しというかね、まあ、明るい話題をたまにはねしていきたいと思いますので、無策でねただ耐えてるだけかわいそうってね思われてるだけじゃね、ダメというかですね、同情はね、そんなに続かないのでね、まあその心配とか同情ね、まあ、みんな、最初はしてくれますけれどもね、なかなかそういうのはね、例えば、会社でね、大病がんになりましたですね、最初はみんな心配してくれますけれどもね、ずっとね1年間半年間、なかなかね出勤してこなかったらね、なんだあいつはってね、だんだんなっていくのがまあ人間でしょうしね、それね同情に甘えてるばかりではね、ダメなのでね、ちょっと一歩行動でね変えていきたいと思っておる次第でございます。はい
はい、というわけでね、来週以降もね、予約が入っておりませんのでね、この実店舗もね、私残していきたい、自分のためにですね、まあ自分の本当に精神衛生上のためにですね、この場所は必要なので、残していきたいので、まあ最低限ね、この店を維持できるね、売り上げというか、は作っていきたいのでね、ご予約の方をね、お待ちしております。0832321619までどうぞよろしくお願いいたします。でチャンネル登録の方がね、157人となりまして、2人増えておりました。久しぶりにね、ちょっともう三角保ち合いじゃないですけども、ね、本当に、ぐーっとちょっとね来てたんですけどもね、こうピタッと止まってずーっと155がね、続いておりましたのでね、あ、終わったんかなと思っておりましたけどもね、2人ね、チャンネル登録してくださいましてね、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。引き続きね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。160人までね、あと3人となりましたので、ちょっとここがね変わるとまたテンション爆上げになりますんでね、今自分のモチベーションとの勝負なんでね、ちょっとでもね私のモチベーションを上げる何かをねくださる方はもうね神様なんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。まあとりあえずね、現状のままだとまあどこもねなくなるというのが、まあ田舎地方の現実かなっていうのをね、まあ昼間にも話しましたし、まあ友達、東京の友達にもね伝えましたし、まあ今回のね動画でも話しましたけれども、まあちょっとね、いろいろ動いていかないとね生き残れないね、本当に焼け野原に、まあ、ある意味ね本当に戦時中と変わらないようなね現状でしょうからね。まあうちのねじいさんばあさん世代もね、その戦時中をね生き残って、で我々、孫までね、命のバトンをつないでくれてたのでね、まあ今そのバトンを渡すね子供はいないんですけれどもね、せっかくね、つないでもらったバトンをね、私の代でね、命をね、生命を、人生を全うする前にね、失うわけにはいかない、申し訳ないのでね、まあなんとか上の世代からねもらった命をね、まあできれば次世代にねつなげていきたいと思いますのでね、まあここ生き残ってね、生き残れたイコールね多分成り上がりのチャンスだと思いますので、まあそのロイヤルウォーク先輩がねおっしゃってた、まあ、コメントくださってた数字でもね、まあ全国の中小企業でコロナ禍で買われてるの、自発的に買われてるのが 2% しかいなくて、まあたまたまね変わったのが 2%、 トータル 4% しか買われてないということなんで、実質もう 4% しか生き残れない、 5% 生存率、全国でねコロナ禍、まあ、このまま続くとしたらですね、まあ生存確率 5% の勝負ぐらいだと思いますので、まあ、その他 95% は潰れるみたいなぐらいの勢いになってまいりますので、そのね 5% に入りたいと思いますので、皆様ね、ご支援よろしくお願いいたします。まあ、直接ねお店に来るだけが、支援ではありませんので、まあ2月からね新しく始める試みで、その商品をね買ってくださるっていうのもありがたいですし、まあそれをね商品買って、まあそれを SNS 等でね拡散してくださるのもね非常に助かりますし、まあ宣伝等ね、まあそういう今個人で発信ねできる時代ですので、まあいろんなね方がうちのね取り組みとかをね、文章なり、まあそういうね写真画像動画何でもいいですけれども、 YouTube を拡散してくださるとかでもいいんですけれどもね、そういうのが全部ね、私およびトリマンのね、助けになりますのでね、皆様どうぞご協力の方よろしくお願いいたします。ちょっとね、今日でね、マインドがね変わりましたね。たまたまちょっと東京の友達と話してたのが一点と、まあ、ロイヤルウォーク先輩のねこういうアドバイスもありまして、でたまたま、今日、いろいろ商品いじくってたりしてたら、なんとなくね先の見通しがで、見えてきたのでね、まあそれをちょっと、やっていきたいと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。